皆さん、こんにちは。お元気ですか？もし、悩み事があったら、ある言葉を思い出してみてください。何があっても、この世界で一番重要なのは、君の人生と自分の幸せだという言葉です。それは、人気の女優さんのオードリー・ハプバーンのお言葉です。はじめまして、私はラトと申します。よろしくお願いします。本日はキリストの見えない問題について発表をさせていただきます。皆さんはキリストのことを絶対に知っていると思います。パンデミックの時、私たちは絶対に人と物を触るのはできません。でも買い物して支払う時、これはだいぶ難しいと思います。そしてこの支払い問題を解決するためにキリストが現れました。まず、キリストは何なのか、そしてどこから現れたのかについて話します。キリストというのは、コイクイックレスポンスコード、インドネシアスタンダードからの略です。キリストは、QR コードを使った支払い方法のことです。キリストは、インドネシアの銀行から開発された支払いシステムです。このシステムは2020年1月1日に初めて発表されました。皆さんはこの方知ってますか？この方はペリ・ワルジオさんです。この方はインドネシア銀行一番の上の人です。ペリ・ワルジオさんはキリストはインドネシアの商売を簡単にしたり、小さな商売を上げたりできます。そして、インドネシアの商売を上げることができますと言っていました。次に、このグラフを見てください。これは、キリストの信用に関するグラフです。このグラフは、ASPIというインドネシアの支払いシステム協会からのデータで、2022年に得られたものです。先ほどのデータによると、この2年間、キリストを使う人は28億人以上まで上っています。このデータを見ると、2022年の時、キリストを使っているインドネシア人は毎月上がっているということがわかります。このグラフを見ると、優そうですが、これは本当にいい反応言えるでしょうか？この反応について、インターネットで調べました。そして、いくつのキリストに関する論文を見つけました。その論文を一つ紹介したいと思います。私が読んだ論文は、デリマ2022です。デリマ2022は、社会におけるキリストの影響について論文を書きました。その論文はいくつかキリストのポジティブな点がわかります。キリストのポジティブな点は次の通りです。まず、商売は簡単になります。そして、商売の成果を確認することが簡単になります。それから、商売のパフォーマンスが上がります。その後、小さな商売を成長させます。次に、手数料もかかりません。最後に、インドネシアの経済を成長させます。ご覧の通り、キリストにはたくさんいいことがありますね。しかし、皆さんはキリストの他の影響を考えたことありますか？私はいろいろ考えました。今からキリストについて私は考えたり、書いたりしたことを3つ話します。1つ目は、キリストのよく使いますから、現金をあまり持っていません。二つ目は、前より自分のお金がすぐなくなります。最後に、貯金が難しくなります。そして、同じことを15人の大学の友達に聞いてみました。そして、その結果は次の通りです。まず、キリストを使いますから、現金をあまり持っていないことについて聞きました。その結果、全員同じことを考えました。現金を持っていないせいで、支払うとき遅くなったり、店の行列が長くなったりします。それで、
近くの ATM を探さないといけません。次は前より自分のお金がすぐなくなることについて友達に聞きました。 80% の友達は同じことを考えています。ほとんどの友達はちゃんと考えずにお金を簡単に使ってしまうようです。最後に貯金についても聞きました。しかしこれについては15人の中の10人の友達はまだ貯金ができると言っていました。貯金ができる友達はお金をもらったとき、貯金のお金とこれから使うお金を分けます。だから貯金ができると言っていました。先ほどギリスの越境について話しました。ギリスにいいこともあれば悪いこともありますね。皆さんはどう思いますか？私の結論にはこの問題は人の商品の性格につながっていると私が思います。この商品の性格をコントロールできる人もいればできない人もいます。スマートの2002によると、人は物が必要だから買うのではなく、物が欲しいから買うの方が多いと言ってました。確かにキリスはポジティブな点からいいこともありますが、ネガティブの影響もあります。そしてネガティブの影響によってもっと悪い結果につながります。例えばお金がなくなるとき、お金をいろいろなところから借りるとか、ギャンブルするとかでいろいろな悪いことがあります。それでは皆さん、この問題についてどう思いますか？私から以上です。ありがとうございます。